は宮崎駅の駅員さんが手を振ってくれています。見えましたら手を大きく振り上げてください。行ってきます。本日は JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は南郷行き特急海崎山崎です。止まります駅は南宮崎、茅野市、子供の国、青島、北郷、大橋、西南、油津、終点、南郷です。Thank you.
決まる場合にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次の停車駅は田口です。Welcome aboard. The next station is Kayoshi Station. Thank you.ご注意ください。
ビールスーツの人気のビールをお飲みください。
ビぜひお楽しみください。またその他、全員九州と UCC がご用意いたしました。全員九州のオリジナルクリームコーヒー1杯300円で販売しております。また、車内ではオリジナルグッズをご用意しております。車両の細かいところまで体験した体験モニター、カバンや帽子につけられるピンバッジ、九州を走るリアフェイス列車をつないだリアフェイスストラップ、また国立公園がデザインいたしました国立山立ちがある1万9000円で販売しております。ご乗車の記念やお土産にいかがでしょうか。車内販売のご案内でした。またご自分の商品ございましたら近くであります国立貨物乗務員まで声をおかけください。
まだ何個ってください。 The next station is Kitago Station.
方向右手には北川駅の駅舎がご覧いただけます。こちらの駅舎は鶴橋山崎と同じお店を使用したエクロカーブ特別型の駅舎となっております。ぜひ車内からご覧ください。
山田寿司子がお兄さんの煮干し仕込み釣り堀を食べるため中華の国へ参ることになりました。お姫様はどうぞ帰ってしまうのですねと寂しそうに言いました。それではこの一つのものを差し上げましょう。もしお兄さんが意地悪をしたら青い玉を出してください。洪水が起きてお兄さんは溺れてしまうでしょう。もしもそこでお兄さんが謝れば赤い玉を出してください。水が引いてお兄さんを助けてあげることができるでしょう。お姫様はそう言って山田寿司子に2つの玉を差し出しました。山田寿司子がさようならと大きな染めの背中になって中の時に帰っていきました。山田寿司子が帰り着いたのが宮崎市の青島と言われています。戻ってきた山田寿司子が早速お兄さんの海田寿司子のところに行って釣り堀を返しました。しかし海田寿司子は全く信用しません。それどころか山っちこいだなと剣を抜いて山田寿司子に入りかかりました。よしそれならと山田寿司子はお姫様におっしゃられた通り青い玉を取り出しました。するとわっぱーと大きな音を立てて海田寿司子の隣に海の水が流れてきてあっという間に洪水ができてしまいました。海田寿司子はまあ助けてくれ、このままでは溺れてしまう、もうこれ以上いじわるとしませんからどうか助けてくださいと山田寿司子にお願いしました。山田寿司子はそれなら助けてあげましょうと言って今度は赤い玉を取り出しました。それとどうでしょう、姫様が言った通りみるみる当たり詰めの水はなくなっていきました。海田寿司子は助かった、これからは仲良くします、これまでのような一丸はもう二度としませんと言って山田寿司子に心から謝りました。それからは兄弟仲良く助け合ってくださったということでおしまい、おしまい、ありがとうございました。またこちらに登場いたします海田寿司子と山田寿司子ですが、弟の山田寿司子と豊臣姫の間には一人のお子様が生まれます。そのお子さんあまり知られてはいませんが日本で最初の天皇ジーム天皇のおじいちゃんにあたります。ちょっと不思議ではありますが実際に存在した祖先が神様ということになりますね。こんな不思議ちょっと生も残るロマンを感じる部分もあるかと思いますが皆様もこんなロマン残る宮崎の旅をこの後もごゆっくりお過ごしください。本日はご清聴ありがとうございました。駅係員がいない場合は乗車券、特急券
生は駅手前線の乗車経路においでください。Thank you for using the KR 九州 train. We will arrive at Obi Station shortly. Thank you. また、お見えには、元8分間停車いたします。放送時刻は11時22分です。お乗り受けなさいませようご注意ください。発車は11時22分発です。初めてビルでお知らせいたします。
行き、まもなく停車します。座るところにご注意ください。
南、西南です。降り口は右側です。お降りのお客様は足元にご注意ください。駅係員がいない場合は、乗車時、特急券は駅隣線の乗車券入れにお入れください。Thank you for using the Shinkansen train. We will arrive at Nishinan Station shortly. Thank you. Thank you.
かる側にこっちください。
ています。列車の下をご覧いただきますと、鉄橋の下に海水が流れ込み、まるで列車は海の上を渡っているかのように見えます。今日の
行13分のところにある山の神社についてご案内いたします。江戸時代初期に小宮藩の神社として建立され、千鳥の本殿は八つ頃作りと呼ばれる福徳神社のようで、県の重要文化財に指定されています。また境内には大きな電車靴が入っており、古いと建物駅が主体になった住み場であることから、焼き鳥のゴミの配り方で有名です。ぜひ皆様も仏壇の様を持つ山の神社に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。参加会はお集め場所を2回ごとにお確かめください。南方駅では1号車高校の道路に開きます。2号車のお客様は1号車高校の道路をお降りください。また列車とホームの間に扉がございますので、お降りの際は足元に十分お気をつけください。皆様もまたのご乗車をお待ちください。